これ花の団子で。ご説明しましょう、うん、上の方から花畑笹の葉ですね、うん、それに何て言うんですかこれ短冊、うん、なんか願い事を書くんですよね、はい、でマグロとタイのお作りマグロの上に乗ってますのがハスイモハスイモっていうハスの茎の方ありますよね蘇ったもので妻の代わりになってます、うんそして右上の方から行きましょうか。右上の方は翡翠ナス。翡翠ってあの皮を剥いて青くなりますよね。で翡翠ナスというんだそうです。で生ウニがのせてございまして、ヨーガナ、言ってるのかな？ヨーガの、ゆでだしですね。はい。そして真ん中が青梅小芋。梅の形をしました。里芋です。で青くしてるのはほうれん草ですね。で、タコの柔らかに、それから追記。芋、白、白か、白だつ、白だつ、白だつと思います。芋の柄ですね。そして左の器になります。春純菜。純菜と ごいし白玉うーんでお酢ですね、はい、スースーと言いましたお酢ですちょっとあの朝食そんなに酸っぱくありますで右下入っていましてこちらは、銀だらの西京焼きに、ハスのきんぴらそして左の器ですね笹に巻いてますのはウニの煮こもり、うん、と下にその下にパンで挟んであります短冊、うん、牛タンサンド、うん、でカエルさん空豆のカエル、うん、目はあのごまで目をつけてますね、うん、その下に、こちらはすだれの厚焼き卵、うん、あのほおずき、焼酎の甘露になっています。どうぞ召し上がってください。あとはご飯です。